どうもジャクロでございます。フォーメーション徹底予想ということで、この動画はですね、毎週木曜日ウィールアプリ2021監督のフォーメーション予想をやっていきたいなと思います。予想方法はですね、週末の試合を対象に予想していきます。ということで、先週はですね、ライブアップデートが更新がございませんでしたので、監督のフォーメーションも変更がございませんでした。で、今週はですね、ライブアップデート復活になる予定ですので、監督のフォーメーション変更もあるかなと思います。ということで、早速予想の方していきましょう。はい、ということで、まずセリエ A ですね。まずインテル、リーパ監督に関しては変更なし、ガスペリーニ監督も、変更なし、そしてサンプドリア、ラニエリ監督ですね、しばらく 4-3-1 に継続しておりましたが、今週はどうなるのか見ていきましょう。はい、ということで、残念ながら 4-3-1-2 はですね、変更になりそうな感じですね。で、フォーメーションがですね 4-4-1-1 ということで、まあ、通常はですね 4-2-2-2 が多かったりするんですけれども、まあ、トップ下が縦関係ということで、もしトップ下が Sであれば結構面白いかなとは思っておりますけれども、おそらく OMF が濃厚じゃないかなとは思っております。続きまして、ローマのフォンセカ監督、インザーギ監督は変更なし、そしてナポリのカルデローニ監督に関しては今週は 4-2-3-1 で、カリアリのフランチェスコ監督はですね、先週ね3型で、まあ、希少なフォーメーションだったんですけれども、今週はですね 3-2-4-1 となっております。そしてユベントスのピルロ監督変更なし、ミランのジョエル・コケッティ監督も変更なし、トリノの、ラフ・コンソーレ監督も変更なし、そしてベントラート監督、テッセル監督の 4-3-1-2 も今週も獲得可能でございます。そしてパルマのダベルサ監督も 4-3-3 から変更なし、エラスペローナのイヴァン・ユリッチ監督も変更なし、そしてピサのルカ・ダンジェロ監督も今週は変更なしということで、今週のセリエ A はですね、変更がそこまでなくて、まあ、ラニエリ監督もですねフォーメーションが変更になってしまったので、ちょっと今週寂しいですね、セリエ A に関しては。はい、ということで、次のリーグいきましょう。続きまして、リーガ・エスパニョーラでございます。まずレアル・マドリード、ヨアン・グリモー監督に関しては 4-3-3 変更なし、アトレティコ・マドリード、クリスト・バルメーラ監督 3-3-2-2 から変更なし、そしてビルバーのダミアン・クレブラス監督 4-2-2-2 から変更なしで、バルセロナのロナルド・クーマン監督に関しては 4-3-3 に変更になっております。そしてエイバルのベニート・ビバンコ監督、今週もですね 4-2-2-2 変更なし、ヘタフェのアリッツ・アルカイデ監督、今週はですね 4-2-2-2 に戻っております。さあ、そしてリーガといったら4トップの監督ということで、レアル・オビエド、ゴンサル・ジョルケル監督、フエン・ラブラダ、マノロ・バジェス監督、コンフィレ・デーナ、ルイス・ペレス・ノサル監督、今週はどうなってるのか見ていきましょう。はい、ということで、オビエドに関してはですね、いつもと同じようなフォーメーションなんですけれども、メンバーがですねちょっと入れ替わってるんですよね。中盤の4名のうち3名がいつもと変わっておりますので、もしかしたら4トップが終わってしまう可能性はあるんですけれども、まあ一応ですね、このところ4トップ継続しておりますので、トップ継続とは予想しますけれども、もしかしたら通常の 4-2-2-2 に戻る可能性もございます。続きまして、フエン・ラブラダ、マノロ・バジェス監督ですね。で、この監督に関しては先週ね 4-2-3-1 に変わってしまったんですけれども、今週はですね、まあ、4-2-2-2 の形状なんですけれども、4トップの時とね、比べてみますと、4トップの時は、まあ、参考フォーメーションが5バックのような形になってるんですけれども、今週はですね、おそらくこのサイドの選手がですねフォワードの選手になるので、もしかするとデータとしてはね4トップの時とは違いますけれども、おそらく4トップ復活になりそうな気がするんですよね。今週はもしかしたら、バジェス監督の4トップが見られるかもしれません。続きまして、ポンフェラディーナ、ルイス・ペレス・ノサル監督なんですけれども、まあ、今週もですね、まあ、4トップの時と比べてですね、まあ、メンバーがそこまで入れ替わってる様子もないので、はい、ということで今週もね、4トップ継続になるんじゃないでしょうか。ということで、リーガ・エスパニョーラに関してはですね、まあ、一部変更があるんですけれども、まあ、ほとんど変更がない監督が多いかなというところで、4トップの監督に関してはマノロ・バジェス監督がですね、もしかしたら4トップ復活の可能性大ということで、全員4トップ採用というところが濃厚になってくるんじゃないかなと思います。ということで、次のリーグ行きましょう。続いてプレミアリーグですね。まずマンチェスターシティ、ルイス・アルベルト・ロマン監督に関しては 4-3-3 変更なし、そして先週 4-3-1-2、非常に希少なフォーメーションだったクロップ監督ですね。クロップ監督に関しては今週 4-3-3 に戻っております。で、トッテナムのグスタボ・エンリケス監督に関しては 4-2-3-1、エバートンのディーノ・ミレッジ監督に関しては変更なし、ホッホ監督、ギネス・サザートン監督に関しても変更なし、そしてリーズ・ユナイテッド、ハラペ・ラポルタ監督に関しては 4-3-2-1 に変更になっております。ツール・シャール監督に関しても今週は変更なし。続きまして、チェルルシーのナット・リード監督ですね。で、監督は変更になってるので、名前はね、もしかしたら変わるかもしれないんですけれども、まあ、今週ちょっと面白そうなので、見ていただきたいんですけれども、はい、ということで、フォーメーションがですね、まあ、3-2-4-1 ですね、になるんですが、トップ下のところに注目していただいて、通常であればね、このトップ下は 2OMF になるのが濃厚なんですけれども、トップ下がですね、まあ、ベルナーが入っているので、ここをですね、ST と取るのか、で、メイソン・マウント選手の方で OMF を取るのかというところがですね、少し面白そうかなと思っておりまして、まあ、このベルナー選手の捉え方によってはですね、まあ、疑似 3CF もあるのかなと思ってみたり、まあ、そんな感じをしておりますが、もし疑似 3CF 来たらですね、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなと思っております。続きまして、フレイザー・ヘルソン監督変更なし、ブライトンのネビル・フェッツ・ヘルベルト監督、そしてヘネシー・デリンジャー監督ですね、まあ、今週気になるフォーメーションでございますので、見ていきましょう。はい、ということで、ブライトンに関しては 4-1-3-2 になってますね。結構珍しいかなと思っておりまして、これがですね、まあ、どういった捉え方をするのか、通常の 4-3-1 になるのか、それとも、ツイドラ監督のような形になるのか、それとも、このトップ下が 3OMF になるのか、まあ、いろんな予想ができますけれども、おそらくツイドラ監督のようなフォーメーションになるかなと思ってるんですけれども、まあ、かなり珍しい形になりますので、ご紹介させていただいております。で、続きまして、ウィコム・ワンダラーズ、ヘネシー・デリンジャー監督なんですけれども、今週はですね、4-3-3 に戻っております。まあ、4-3-1-2もですね、たまに採用になると思いますので、もし獲得できなかった方はですね、まあ、次回 4-3-1 になった時にまた狙っていただきたいかなと思います。はい、ということで、今週のプレミアはですね、まあ、個人的にはこのチェルシーのね、フォーメーションがどうなるのかというところがちょっと気になりますね。あとはネビル・フェッツ・ヘルベルト監督。まあ、この監督もどういう風なフォーメーション変更になるのか楽しみでございます。ということで、次のリーグ行きましょう。続きまして、リーグ1、リーグ2でございます。まず、パリ・サンジェルマン、クアドレーニ監督に関しては変更なし。マルセイユのジャニオ・カント監督に関しては 4-3-3 に変更になっております。そして、サンティエンヌ、クアンタン・ビザリア監督、ストラスブール、ダニエル・スパー監督、両監督ですね、面白いフォーメーションになっておりますので、見ていきましょう。はい、ということで、サンティエンヌはですね、またちょっと変わったフォーメーションになってるんですけれども、この形はですね、おそらく 4-1-4-1 になるのかなとは思っておりますが、これはまあ、そのままね、4-5-1でも面白いと思うんですけれども、まあ、なかなかね、今作このようなフォーメーションっていうのは結構少ないので、もしこれがこのまま採用であれば、すごく面白いかなと思っております。続きまして、ストラスブールジャン・ダニエル・スパー監督ですね、やっと帰ってきたんじゃないでしょうか。 4-3-1-2 これは間違いないでしょう。前回のね 4-3-1-2 からだいぶ経ちましたけれども、やっとねまた獲得のチャンスが返ってまいりました。非常に楽しみですね。これが採用された際、狙っていただきたいなと思います。続きまして、モンペリエのカール・ハーツ監督に関しては 4-3-2-1 に変更になっております。そして、ルアーブルのブリュノ・シュミット監督、最強候補と言われている 4-3-1-2 の監督でございますけれども、今週変更になっております。どうなってるのか見ていきましょう。はい、ということで、シュミット監督に関しては今週 4-3-3 に変更になっております。まあ、今までの傾向からするとですね、シュミット監督に関しては 4-3-1-2 の採用率っていうのはかなり低いので、今後ねまたこの 4-3-1-2 が返ってくるかどうかっていうのが不明となっております。現実の試合で 4-3-1-2 また採用することをですね、願っております。はい、ということで、リーグ1リーグ2に関してはですね、まずビザリア監督のフォーメーションがですね、どんな面白いフォーメーションになるのかというところと、まあ、ジャン・ダニエル・スパーク監督、こちらがですねやっと 4-3-1-2 復活ということで、これも非常に楽しみですね。そして、ルアーブルのシュミット監督に関しては今週で変更になってしまいましたので、残り数日ではございますけれども、まだお持ちでない方はですね、諦めずに狙っていただきたいなと思います。ということで、次のリーグ行きましょう。続きまして、その他リーグですね。まず、ファティ・テルム監督に関しては 4-3-2-1。もしかしたら、4OMF の形の可能性もあるかなというところですね。で、後に関してはね、ピーチェ・ブル監督、ハンジ・フリック監督、ペテル・ボス監督、フランキー・フェルカウテレン監督、マノロ・ヒメネス監督、ジーモン・ブリンクマン監督に関しては、変更がないかなと思っております。そして、ペーター・ツイドラ監督ですね。ペーター・ツイドラ監督に関しては、まあ、いつもと変わらないのかなというところで、まあ、疑似 3CF になるかどうかはね、ちょっと予想が難しいので、当日、楽しみにしたいなと思います。そして、ロシアのプレミアリーグに関してはですね、今月末に再開予定ですので、今のところ変更がないかなと思っております。はい、続きまして、デンマークスペルリーガーに関してはですね、イエス・トーロップ監督に関してが、ついに変更になってしまいまして 4-3-3 に変更になっております。で、グレン・リーデルス・ホルム監督に関しては特に変更がないかなと思っております。そして、ヤコブ・ミゲルスン監督、長らくですね 3OMF 採用してきたんですけれども、今週に関しては 4-2-2-2、まあ、トップ下が縦関係のような形になっております。そして、南米アジアですね、ね、まずリーベルプレート、マルセロ・ガジャルド監督。こちらですね、リーグ戦がね、復活しておりますので、フォーメーション変更があるかなと思うので、今週のフォーメーション見ていきましょう。はい、ということで、今週はですね、3223が濃厚なんじゃないかなと思うんですけれども、トップの選手のところをですね、よく見ていただきたいんですけれども、特に左サイド、マティアス・スアレス選手がですね、トップに入っておりますので、もしかしたらここがですね、ウイング起用ではなくて ST 起用であればですね、もしかしたら疑似3シェフあるんじゃないかなとも思ってるんですけれども、まあそこはですね、難しいところではありますけれども、まあ、疑似3シェフ少しだけね、期待してみようかなと思っております。はい、ということで、ブルーノ・ジェネシオ監督に関しては、しばらく変更がないかなというところですね。そしてコロコロのグスタボ・キンテロス監督、ホートブ今週継続になってるんでしょうか、見ていきましょう。はい、ということで、今週はですね、基本的には、4トップの時とフォーメーションは変わらないんですけれども、メンバーがですね、トップ下の選手がちょっと入れ替わっているので、まあ4トップ継続という予想はしますけれども、もしかしたら通常の 4-2-3-1 に戻る可能性はあるかなというところですね。まあここちょっとまだわからないんですけれども、まあ今週の傾向を見て、まあ今後の予想もしやすいなと思いますので、まあ今週どうなっているのか、まあ確認していきたいなと思います。はい、続きまして、バスコダガマのジエゴ・バスケス監督に関しては今週 4-2-3-1 となっております。はい、ということで、その他リーグに関してはですね、まあロシアプレミアリーグ以外に関してはですね、まあ試合が復活したということで、まあデンマークに関してもフォーメーションの変更がありましたし、まあ特にね、ガジャルド監督、毎週ね、フォーメーションが気になる監督ではございますけれども、やっとね、試合が再開されましたので、今後のね、フォーメーション変更にも期待していきたいなというところでございます。はい、ということで、今週の予想はですね、まあ特に注目なのが、まあジャン・ダニエル・スパーク監督ですかね、が431に復活すればですね、もう少し盛り上がるのかなというところと、あとは4トップですね。4トップがまた継続してくれれば、まだ獲得してない方はですね、ぜひまた狙える週になるのかなと思います。ということで、今週の予想は以上でございます。次回もウイルアプリ2021で会いましょう。さよなら。